はぁ、すまんこのゲーム最高おい、しょうもないゲームすなしょうもないゲームすなほら、いや無理だシャターもう消化、消化試合、消化試合始めて、まあまあじゃあ今日は改めてマリパー、じゃあ中野アルマスナザメ対夏目先端チームでやりましょう、はい、で、もし砂ザメチームが勝てばうるさもし砂ザメチームが勝てば結局中野アルマが強かったって結論ね。そうです、僕らチームが勝ったら僕全勝です、誰と組んでもってやべえよ。で、まあ先端夏目チームが勝てば砂ザメが弱かったっていう結論になるのでまあまあまあ、そう、最弱化が決まるっていう。てか、そうか、僕ら負けたら砂田さん全敗なのか。そうだね。砂田目が0勝3敗、で、1勝2敗が2人。あ、違う、2勝、2勝1敗が3人できるのか。そうそうそう。そう、砂ザメさんと組んだら全員負けた。だからアルマ組んだから勝てたってなるか、砂ザメさんと組んだから負けたってなるか。そうそう。うさい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 。いやいや、まるで負けるみたいな。ね、勝てばいいじゃないですか。勝てばいいんですよ。勝てば1勝2敗が3人できるっていう。1勝2敗が3人と3勝1敗が勝利できるっていう。あ、これ2オン2になってない。じゃあちょっと2オン2に、これかな。2オン2にして、で、これが最初やったやつで、2回目がこれがゴールドラッシュかな。ちょっと追加か、個人的にちょっとこっちやりたいかなっていう。ね、スイカ結構最終決戦にふさわしい。孤立、党が孤立してるんで、うん、こっちのはなんかいろいろ動けるかなっていう。何でもありって書いてあるからな、ワンチャン、運ゲーだったらワンチャン勝てる僕らも。いやいやいや、運ゲーじゃなくても勝てるから、ね。おい、なんで諦めてんだ、チームメイトを信じるところから始めなくちゃいけないんだよ、もう。あ、ごめんなさい。じゃあ、こちらでやりましょう。はい。はい、で、今回、ちゃんとルールを見よう。そうですね、ギミックをちゃんと見ましょうか。はい、なんか宝箱ギミックみたいなやつを。これで OK かな。はい、1対1回ね。じゃあ最終回、まあ、運が悪くなければ勝てるかな。いやいやいや、まあ、何気に勝ってる、運ゲーも勝ってるから、まあほぼ勝てるでしょう。いやいやいや、あとはね、隠しブロックを引かせないようにしないと。あれさえね。うわー、すごいな。まあでも結構縦横無尽に動ける感じのマップだね。左奥なんだ。じゃあ説明を、まあじゃあ見ましょうか。お、鍵があるね。じゃあチームできたの初めてですか、なんでハイにしちゃいますね。よいしょ。ゴージャスな街。景品？景品？あれ、ここスターじゃないんだ。はいはいはい。ガチャチケットだったよ。やべ、これフリフリ。いやいやいや、これも不利だ。一等当てるわ絶対。ラックがあるからな、向こうに。はい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 。アイテムを買ってくれたガチャチケット。はい。あ、じゃあガチャチケットとりあえず集めるって感じかな。いや、運ゲーさせた方がいいな。おい。運なダメや。運なダメ。じゃあルール的には2オン2なんで多分大丈夫かな。いつも通りのね。じゃあいつも通りのなので、うん、じゃあまあまあまあ、じゃあ飛ばしちゃって。顔はこっちの方が可愛いから。これ絶対先行有利な気がするんだよな。いや、ごめん。あー、ごめん。いや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 、ザコ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 。いや、でもね、これね、僕やりたかったんですよ。ちょっと先行だから勝てた説もあったから。私3回連続、いや、全部3回連続高校だからな、もう。なんかあれ知ってま、なんかこの配信前やったんですけど、なんか4人の呼び名みたいな。ああ、4人の4人はちょっとなんかね、どうなんか、なんかちょっと自分が勝手に呼んじゃったから、なんか自分がつけるのもちょっとおこがましいなって思っちゃってさ。あ、そうなの。なんか、中野さんのところでなんか決まったみたいな聞きましたけど、はいはいはい、中野さん。決まったの？そうなんすか？決まったの？そんなの言っちゃいけない、言っちゃいなんか、するめんみたいな。ああ、するめん。見て、あ、かわいいねって言ってました。
何スルメンって何でスルメン？スナザメ、アルマ、ナツメ、センタ、うん、あーなるほどね、一文字ずつだったってことね。あー全然文字目、そう、うん、まあ好きに言ってくれるのは全然大丈夫ですよ。もうスルメンで、あ自称したくないみたいな。そう、あーいや全然自称でも OK だし、いやなんか単純にね、なんかね、私あの被害妄想持ちでして、ちょっとだからこうあこれ、これもちょっと放送外で多分言った方がいいことなんだけど被害妄想持ちだから、なんかこうゼロね、なんかこうなんか知名度的に自分が一番知名度が低い自分がなんか勝手に決めるのがおこがましいのかなっていうのがちょっとあります。被害妄想はすぎる。え知名やば、被害妄想か、被害妄想、それめっちゃ被害妄想。あだから全然あの決めてるし、なんかそのむしろなんか今みんながこのグループとしグループっていうか4人で活動して嬉しいと思ってくれてたんだっていうのに嬉しい。かわいいね、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 あの本当になんかみんな嫌々付き合ってくれてるのかなみたいなやつが本当心のどっかに拭えなくてっていう、それはネガティブすぎでしょ、やば被害、これ本当楽しいっすよ、放送外で食べると本当に被害妄想持ちでちょっと、はい、まあまあでもよかった、うん、であるんだったらちょっとぜひぜひ、じゃあもうスルメで登録者15万人が聞かせてくださいぜひぜひ。いいですって、いやありがとう本当ね、やっぱスーパーチャー5位はやっぱ心がちげえなよすごい仲いいのか悪いのかわかんねえよそれえそれってさ、アルマさ、うん、月給いくらですか？いやそれはもう 500×30 でいいんじゃない、それは単純計算。100万ももらってない50万、あーそうか、いや50万かける50万がもうはした金になっちゃってんだな、もうないやすっげー50万ってやばいな。そう、それが30日続くんで、まあ単純計算1500万から月収多分。あーすごいな、これで、あやべえノーマルサイコロ動揺しちゃってるんでさ、あーまあまあでもやばい、うん、僕アイテムショップ行ってきます。あ了解です。砂ザメさんはその中上に頑張っ て, ってあそうか、まずはじゃあゴールを目指そう。私はじゃあゴールを、あれゴールどこだっけそもそも。あ上なんで左側です、左側。ここ止まっていいです、そのびっくりのとこ。あこのびっくりのところ、あそうか、これでエレベーターみたいな感じになるのか、はい、絶対そうだから止まりましょう、そこ。はいはいはい、じゃあここに止まって、ほあ止まれんのか、どう止まれる、止まろう。じゃあちょっとコインやりながら、ほあいい、あそこ先端さん止めるんで、あそうかそうかそうか、それで OK です。はい、ちょっといや先端さんを一回踏んでから、夏目先生ですよ。あこれ夏目先生だったやばい、赤だからね。じゃあこれで、いやいやいや、じゃあ行きましょう、これで。いいねいいね、うん、エレベーター。いやなんかちょっと今日勝てそうな気がしてきた、ちょっとなんかなんでまだ1回しか振ってないのにあ下から行った方がコイン取れた。いやー5位に踏みつけられた、これが5位の重み、これ50万か、何言ってんだ、マジですごいですね。一踏み50万。あ、一踏み50万。これ比較的でも前回も勝った気がするから。これ、うん、でも前回のは夏目のおかげですよ、うん。夏目先生の功績だった気がする。いやいやいや、絶対私の。いやいやいや、あれは絶対私の活躍があったって、あの日ね、あの日の夏目先生切れたナイフだったから。大丈夫大丈夫、ミニゲームは僕がいる方が勝ちますよ、砂染さん。おお頼もしいな。前だって結構おんぶに抱っこでしたからね仙台言われてんぞ。えよいしょ、はい、まあまあまあ、これはね、これはちょっとうまい、やばい、やばい、これなんかうめえぞ、向こう砂染さん、来始めで回していいですよ。ああはいはいはい、オッケーです。来始めね、はいはい、こういうことか、こういうことか、はい、オッケーオッケーオッケー。来始めに回して、アドバイスも的確だな、やっぱ。あやべえ、もう氷がない。めちゃめちゃいいじゃない、どうだこれ、勝手じゃない、あれなんか、いや、あの、空になっちゃう。うぅさあ、ザコ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 、やっぱり鬼物がいるチームは勝てないんだよ、これ。まあ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 。アルバイトも勝てないんですね。
運ゲー持ってきてください。大丈夫、大丈夫。これ運ゲーだから大丈夫。運ゲー持ってきて。これは運ゲーだから。うん。あの、サイコロ振るやつがいいな。頭使わずにサイコロ振るやつが。スロット系のゲーム来たら絶対負けるんだよ。大丈夫、大丈夫。砂染さん、頼みましたよ、そのデメ。うん、デメで。あ、でもそっか、もう。このターンで絶対買えないから。なんだ、あ、ああ仲間か。いや、出た出た、先行ツニューリップしちゃう。もう先行してんだよ、勝ちなんだよな。あの子の子取れるのか。これどうしようかな。うがいほら、あー強い、ね、夏目止まれるじゃん。うわー、これ12コイン払うわ。悪魔すぎ。クソ悪魔俺。いいよね、全額払うね、これ。あ、いいや。ただね、でも上限5枚までだって気がする。あ、そっか。それができないようになってんのか。さすが任天堂。10枚はやば。ミニゲーム一生勝ち続けて。これなんだっけ、なんか。ふれ、わあ。あ、最初は1コイン。あ、そうかそうかそうか。次のコイン数選べるのか。まあ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 。5年もいいと思うよ。だって、夏目たちどうせコイン多くなるでしょ。うん。いやいや。砂ためさんいるし。待て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 。早い。その結論、その結論は早い。待って。まあ今日はちょっとね。ノーマルにしましょう。うん。いや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 、勝ち筋。ノーマル、ノーマル、絶対ノーマル、絶対ノーマル。いやってどうする、ここで攻めないともう勝ち筋ないよ。2以上出せば、2以上出せばいいから、絶対ノーマル、絶対ノーマル。勝ち筋ないよ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 。何のためにどうやったら使ってるの、え、何のために結局顔しか見たいの。すげえ、すげえ。女は顔で選ぶタイプか。違う違う、あ、でもあ、え、止まれないじゃん、砂染さん。じゃそれは罪はないよ。だでもこれで、いや、でもノコノコゲットできるんで。あ、そうか、あ、通り過ぎたら大丈夫なのか、これは。そう、あ、マリオまで、あ、マリオは結構遠いね。あ、じゃもうマリオも狙おう、もう次止まれなかったら。砂染さんを上に送った時点でもう我々の価値は決まってるから。デメ見せてあげましょう。あ、これでもうノコノコ手に入れたんで。ノコノコってどんなデメなの。あー、なかなか一番ギャンブルだな。これなんかでもチーム内でも先行後行あるんだ。どっちが先に動いてみたいな。あんまり通らないと思うんだよな。おお、これマジで先行ゲーじゃねえかよ。いや、でもこの先行ゲーで勝つ上げされた。まあ確かに向こう先行ゲーで負けたらね、さすがにね、先行ゲーで勝ったら、うん、プラス自分をまるでマイナスみたいに言わないで。これあれだ、出た出た、これこれ結構なんだかんだで早押しなんだよな、ね、これ。うん、もうじゃあ買ったじゃん。これ砂染さん1位くればいいから、譲るとき譲ってくださいね。ああ、確かに。もう、はい、一番、うん、とりあえず一番を配信映えするゲームね。オーライヘッ。うん、バゴーン。ドド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 ドうわ、ずれた。よし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 。左か。ナイスナイスナイス。任せろ。いやー、もうこんなんクソゲーやんけ、マジで。いやー、ちょっとやばい。いやー、もうこれ負けないっすよ、これ。てか、砂沢さんの最下位のオーロイだ、ずれてる、アルマより。ちょっとね。うるさい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 。ドド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 ドどん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 ドーン、ドーン、
ドンバン、ドスコイ、ドンバン、ドスコイ、ドン。やばい、あ、やばい、今連打する気満々だった。ちょっと待って、やめ、よっしゃー、これ、全然わかんない、そうなの、勝った。よし。くそ、マジごめん。いやそれあすげえチームの勝利だわちょっといや3ポイントが何やっても良かったよしじゃあいやじゃあアシストってするタイプなんで大丈夫ですよしよし3分の2取った方が良かったっけいやでもこれで中野アルマがもう自分しか頑張るしかないって追い詰められることによって普段以上の力が出せたと思えば今ディスコードの音量切ってたんで今やば本気すぎる星に乗ってなかった今あでも一応なんかうっすら聞こえるようにはしましたよ。砂爪さんがアハハハって言ってるのが聞こえてる。そうなんだ。あれ？え？もうハプニングマスが。え、てかあの鍵なんだ？あ、左上行けんのか。でも左上行く意味あんのか。左上。まあでもアイテムでとにかくガチャをゲットしないと。あ、もうこれ先行やらな、先行。え、これ10コイン ?5 コイン？あ、足りなくね。5、5、5。10。あ、てか10だ。あ、足らないじゃん。はい、オッケー。おお、やったぜ。よし、頼む。奇数と偶数がいい感じに出てくれ。あ、大丈夫です、大丈夫です。絶対取れない。スターは。あー、そうか、そうか、そうか。ヨッシーも取れなかったらでかいんだけどな、そっちが。よし、オッケー。よし、最悪。よし、よし、よし。今日は勝てる気がしてきたぞ、なんか。今日はやばいな。今日はちょっと勝てる気がしてきた。なんだったら、ちょっと。え、どうしよう、これ上行った方がいいよね、夏目。うん、マリオに近い方がいいかもね。ワンチャンスターが取れなかった時はマリオを取れるぐらいの目が出したいな。ノーマルサイコロ右の方がいいんじゃないですか。右に行く、こっち、うん、そこ、ここでロゼッタサイコロ使うの方が回りやすそう。あの、ないよね。あ、違う違う違う、その上、上がいいと思う、その上、右、これ、その右、これ右、そうそうそう。おえ、これ右よりさ、こっちの方が進めるくない？あの、ドッスンとこ。ドッスンのああ、そっち狙ってんのか。マリオ狙ってんのかと思ってた。多分ね、どっちも取れるルートがいいかも。あ、でも、ペッチも絶対取るんだったら上かも。こっちかも。どうする？あ、ほんだ、クッパジュニアいる。全然気づかなかった。あ、てか、センターお店行けるから、お店で2コイン狙ってもいいかも。こっちのルートで。鍵あんまうまみないな今回なんか。いやあの左上のびっくりがちょっと気になる。左上のびっくり。なんか鍵の中にあったびっくりマークが。へえ。コイン振らせコイン。よっしゃー。ああ羨ましい。実質アド。よし。よし。じゃあノーマルサイコロでいっちゃおうかな。はい。ロゼッタサイコロ一回も使わない。ロゼッタ20ターン目に使うんでロゼッタサイコロは勝負が決まるっていう時にあうるさい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 おおおおおおん1階と2階にハプニングの人右からも行けるじゃん檻の中ワンワンあワンワンが解き放たれるへえここのびっくりがあジュゲームなんだうわスター奪うのえぐいなスター奪いあんなこれ強いでも30コインですよねうん確か30コインで奪うみたいな感じだった。さかさか鍵は左か。砂爪さん3か4以上出してほしい。はい、OK です。ちちちち任せろ、3か4、6出してもいいんだよね。ナイスさすが。ナイス伊達には荷物やってないな。いやおいおいおい。1、2、ああ、もう止まれないし、もう。これ全然あったね。あるね。これ、平方を踏めたら平方踏んでほしいです。ああ、確かに。平方を踏んで、はい、何コイン減らしましたよ。コインを減らそう確かにあそうかヒップドロップで5コイン減らせるからあてかそうかあそっちでヒップドロップ踏めるんだったらはいはいはいアイテムで止まれますどっちか右か左こあ両方無理こあ上も多分無理だなもう全部上のラックマス行ってもらってもいいですかじゃあはいで僕がヒップドロップしますああそうすれば一気に6減るのかどうせ6枚以上貧乏なんで持ってないんでこの人たちスカンピンにしましょうスキーのミニゲームで勝つからいやちょっと今回ミニゲーム勝てる気がするちょっと、うん、自分の実力で勝てる気がするいや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 おかしいやろダッシュキノコ欲しいダッシュキノコたくさんくれダッシュキノコあーあーありがてーこれマジで相手のアドだからなこれ
やべえ。なんかマリオがアピールしてたね。いやー、あ、3コインしか。もっと頑張れ。危ねえ。これで勝ったら。これで相手のコイン減らしたいな。8コイン取られたらあれだから。周りに増えてこい。あ、まあ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 。あ、強い。おー、熱いな。え、3個？いいね、いいね、やば。やばいね。いやでもこれ次センターさんたちがミニゲーム勝っちゃったら買えるんだよな、2コイン持ってるから。いや大丈夫、勝つから大丈夫。うん、うん、戦う前からね、負けることを考えるな。あ、これか。これもこれ どうしようかな。絶対一人妨害した方が強いんだよこれ。なるほど、じゃあ私が妨害しましょう。ちょっとじゃあこういうことで、ね、妨害になってない砂澤さん。妨害になってないんだけど、この人こうかこうこうこれでしょ、これで。あれ、じゃあ全然妨害できない。妨害できない。こうやって押せばいいんですよ。あ、ずっとこうやって押せば。邪魔やな。オッケーオッケーオッケー、こういうことね、こういうことね。やり方教えました。あ、やり方教えた。やば、うまくなってんし、なんかこれさ、ちょっと指導はなしにしません。あ、じゃあこれチーム戦ですよ。夏目先生が仲のアルマを妨害したらいいんじゃない。これで、あ、あり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 。はぁ、すまんこのゲーム。最高。おい、しょうもないゲームすな。しょうもないゲームすな。やめろやめろ、やめとけって。ガチでクソゲーって。なんかこれ妨害し続けたら勝てるぞ。勝てる勝てる勝てる。おい、任天堂結果あるぞこのゲーム。やばい、これ初手ゲットした方がいい。任せろ妨害。おい、任天堂結果あるぞこのゲーム。いや、じゃあ、あとはサイコロがいい感じにゴールできなければ。おい、結果あるぞ、結果。配信見ろ配信。いや最強。任天堂大好きもん。いいゲーム作ってくれてありがとう。あと、いや、このゲームはほんまちゃんとせえ。ちょっと頼む、グース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 が出て、グース4、あれ 4が出ればいいんじゃない。あ、でもそうか、しかも最初金玉全部センター線持って帰ったし。グース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 、あ、4、もう勝って4が出れば。4、あ、そうか、僕ゼロだったらグースなのか。そう、ゼロ以外の方がいい。おいおいおい、よっしゃよっしゃ。マリオも取れんぞ相手。よし、これさ、砂爪さん出目がでかかったらワンチャンマリオを回収できるんで、じゃあちょっとダッシュ機能を使っちゃおうかな。踏んでもいいよ。あー、え、でも34だよ。あ、でも踏むのあるな。うん、少ないから。オッケーオッケー。すごいな、なんかこう、だいたいいつもレス…お店止まんないの大丈夫。あ、先に仲間じゃね。仲間、仲間、仲間か。これさ、踏みつけて目の前で煽るの面白い。うん、こやつか。通報されちゃう、それ。コイン振らせ、コイン。あ、ナイス。あー、任せろ。ナイス。よし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 。でかいわ。いや、でも結構まだね、先行の旨味を相手取ってないから、仲間も一人だし。ま、全然いけ、全然いけ。とりあえず、マリオは絶対多分手に入るからね、これで。いや、マリオ回収しながらのスターが一番ベストなんですけど。出し切る子たくさんもらえ。出し切る子ゲット。ああ、めちゃ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 金振らしてくれる。妖怪金振らす。妖怪。よし。いや、もうこれはキノコ使ってください。これはじゃあキノコを使って。ずるじゃん。キノコ使ってもどうせスターは大丈夫だから。これで。ナルさん上手いからな。うん、まあやっぱノーマルサイコロ最高ってことで止まらない。止まらない。僕も止まりますね、これ。どうせアイテムショップ止まりたい。おお、やっぱマリパのプロはちげえな。アイテムの使い方もよどみがねえわ。オルマね、めちゃくちゃやってるもんね。マリパ、でも最近全然やってない。あ、いい12だから1出せお前。よしな。あ、うわー、これはいいやろ。いや、これはでかいな、だいぶ。仲間もゲットしてゴールか。まれ、あ、そうですね、仲間もゲットしてゴール、ゲットしてコインも、あ、うん、あ、それでいいのか。またよりコインが稼げる方。あ、でもいい。やばいちょっとよく、あれ、右一回いけるんじゃない、マリオから。なんかね、操作がちょっともうつかなくなってきてるんで、一旦これで。
1コイン損するけど。なんかね、間違った経路で丸をしちゃいそうな自分が怖い。まあ、1コインくらいやだ。やばい。なんか誤操作が怖い。いやでかいでかい。いやでかいな。いやスナザメさんに仲間に一個つくのがやばいんだよな。やべえ、あったぜ。マリオサイコロ、クソチート強い。マリオサイコロとデイジーサイコロ振れば、うん、大体ゾロ目つく気がする。いやなんかね、マリパやって初めて最初にスターゲットできたわ。ガチだそれ、たまらん。こうやってんの。そう、いつもなんか劣勢からスタートしてるんで。ああ、危ない危ない危ない。このハイタッチなるんだけど。優勢からスタートしたの初めてだな。本当なのに考えたね、ゲームを。大体最後のあのスターのグラフ見ると、後半から昇竜拳みたいな感じでいつも上がってるんで。いくらなんだろう。何があるの。あ、え、うん、金土管。うわ、30。あ、やっぱ、なるうちに勝っちゃう。すげえ。でガチャが引けるんだっけ。ガチャのやつは、ああそういうことね。でこのガチャ回すと1等がなんかスターが2倍になるとか。今落ちたかと思ったけどいきなり暗くなった。わあ、いいじゃん。おお隅っこ暮らし。これ普通に取れそうだな。スマさん赤コインあれだな。赤コインが赤コイン2枚回収すれば買えるじゃん。5コインだっけ、赤コイン。サニシャレス、サニシャレス、サニシャレス。あー、でも、あー、後ろが。あー、やっべー、だいぶ有利。これ、あー、でもちょっと、スナザメさんゼロと一緒だから。お友達いるのが、スナザメさんだから。ゼロいや、ついに来て、私の実力で。スナザメさんから殺すか、まず。いや、仲間あるまから殺した方が楽かも。仲間あるま殺して、あー、わかった、わかった。あー、痛い。まあ、スナザメさん無視しても一緒だから。いや、いや、いや、2人で。大丈夫。ついに私の実力を見せる時が来たな、これ。これ一体にきつすぎるんだけど、これ。ちょっと。今やった感じ、勝てる気がしないんだけど。ちょっと。危ない。おら、いや、無理だ。あ、あ、あ、シャターも消化、消化試合、消化試合。おげえだ。よし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 。作戦勝ち。やばいぜ。なんかズルされた今。作戦勝ち。いや、もうガチ二人とも。俺さ、俺さ、男じゃねえ、マジで。今ズルされたんだけど、今。かまたま強いね、金玉が。ナイス。女性してるわ、こいつら、マジで。え、今のちょっと。ルール違反だ。いやーもう今のはダメダメ。もうなんか後ろに変なのいたね。すんだね。いたね。うん、1対2でちょっと不平等だったかもしれないけど、うん、ちょっとずるだったかも。これ使わようもんなくて、ね、見えてなかったのかな、みんなに砂ダメの姿が。ガチャでも行っても使えないからな。はハプニングマス止まんなきゃいけないのか。スター止まるみたいなのか今回は。うん、なんかスター止まる、止まってガチャにもありかも。これあれだな、チケットももらったら2枠埋まるのか。キノコ使ってよかったね。でラストが、これラストにその3ターンとかでさ、チケット使えば一気に4枚とか手に入ったりするのかな。ってことは最後の逆転がえぐいんだよな。来い、オッケー、やったー。おー、あ、大丈夫、夏目止まれない。嘘、偶数だから止まる。あー、うわ、絶対スターの方行った方がいいな、これ止まれんな、こいつ、永遠に。ん？夏目、こ、どっち行け、ガチャ？ガでもチケットないのか。ガチャない、うん。どこに行こうかな、アイテム？あれ、チケット、あ、そうか、チケットないのか。つなざめさん、次マリオサイコロでゾロ目狙います。はいはいはい。おー、すごい、マリオサイコロの数を把握している。そしたらコイン多分足りるんで。おー、すげえ、やっぱマリパのプロちげえわ。一個一個のアドバイスが五臓ロープに染みるんだけど、一個一個のアドバイスがすごい。赤コイン取った方がいいんじゃない。あ、取るとあれなのか、このルート。1コイン諦めたら、さ、その最初の3マス目の、うん、それ諦めて。おい、早くしろよ。ごめんなさい。で、ゲームで諦めよう。で、回れば、回って、アイテム。あ、ごめん。いいんじゃない。すげえ、めちゃめちゃ素直に。あ、ごめんなさい。
いや、これ強いよな。おお、なんか、鍵。おお、ああ、くそ。ネットボール出る。まあまあ。まあ、でも、コインあった方がいいな、序盤は。うん、そうだね。おれ。あ、ヒップドロップなのか。おれ。何人。3ポイント。何も買えんよ、相手。ちょっとアイテム当て、そうか。キノコ使って。スターをめっちゃゲットし、うん、あ、スターじゃねえや、コインをゲットしないと。たっか、キノコ10ポイント。あ、てか、ナスメアイテム、大丈夫？あ、そっか。ガチャマシーン。うん、大丈夫、また。ガチャマシーンの2キノコが3頭何なんだろう。え、ドリンクいらんくない？ポイ捨て。飲み物せんな、環境が悪くなるだろ。いや、これマリオサイコロにします。マリオサイコロ、はい。マリオサイコロ。あ、で、あ、待って。あ、やばいやばい、ごめんなさい。あ、やばい。そっか。違う。仲間、いないのか、夏目先生。なら、どうしよう。キノコ使い得だったんですよね。あー、そっかそっか。ごめん、ちょっと。これ絶対買えないっすよ、スター。どうするんすか、もう。違う、大丈夫。ちょっと一回ナメプしても勝てるっていうところをあえてね、あえて、うん、今振り返ると4で、ここで4出せばいいんでしょ。ここで4出せば、まあ、うん、はい、よーし、よーしって言った今。よーし。僕レイジ取ってきます。うわ、止まれるシスター。え、あ、いや、でも止まっても買えないからな。まあ、羨ましい。あそこ行きましょう。あのもうガチャガチャ回してみましょう。どうせ一旦使うし。確かに。じゃあここで、あ、仲間取ればよかった。で、踏んで、できるんだそっち。あ、二回は踏めないか。あ、ミスターごめん。仲間はいけるか。いや、大丈夫。ひとマス左にずらしてから行けばいい。最初のでもいいよ。そうですね。あ、そうですね。そういう。じゃあ一旦ここで、ガチャを回すか。それ、あの左側の2枚取ってから行けないですか。左側の2枚。あ、そういうことね。はいはいはい。ちょっと僕らお金ないんで。確かに。で、ヘイホー踏んで。あ、ヘイホー踏めないか。地べたの、まあまあ、小銭でも拾ってろ。頼む、1引いてくれ。砂ザメさんなら引ける。いや、引ける。1等引けるんで、ここで1等引くんで。あ、引きそうで怖え。いや、これだけが取り柄なんだよな、砂ザメさん。それ以外にもいいとこ探してよ、もっと。これ、この色は明るくない？色的に、いや、え、そんなしょっぱいな。ちょっと、いや、これ無理に行く必要なかったな、これ。いや、これ。とりあえずヒゲ仲間に行って。あ、デイジーとルイージってあれじゃん、カップリングじゃん。カップリング。そうなの？耳で軽いし。公式ですか、それ。本当に公式が声明してますか。はい、来たー、神。先端さ、アイテムさ、はい、全部出回でもいいよ。金土管が一緒手に入るから。あー、まずは30回だよ。うん、まずは勝とう。まだもあるからね。ロープで片手合わせ。あ、これかー、何これ。これ砂爪さん自信あります。なんこれ、砂爪さんいない方が。あ、出た、うん、ああ、ちょっと待って、ね、砂爪さん自信なかったら、はいはいはい、あの僕が動くんで、自信あるんだったら2人で動いた方がいいです。自信あります。動いた方が絶対早いんで。自信ある。え、全然違いますよ、砂爪さん。あ、そうか、はいはいはい。うちのセンターも怖いんだけど、これね。いやセンター基本夏目が動くね。自信ある。自信ある。了解です。自信あります。はい、じゃあ、OK です。右側を僕がやるんで、左側をやってください。了解です。OK。基本夏目が動くね。作戦会議なんかいらない、これもう。